ここで速報をお伝えします。奈良県に土砂災害警戒情報が発表されました。繰り返しお伝えします。奈良県に土砂災害警戒情報が発表されました。発表されたエリアは吉野町、下市町で土砂災害警戒情報が発表されております。その他大雨警報も発表されている地域も多くなっております。この後も各自治体から発表される情報を随時確認をするようにしてください。ここで危険度マップを見ていきます。土砂災害危険度、色で分かれております。注意レベルが黄色、そして警戒レベルが赤、薄い紫色が非常に危険ですが、このように土砂災害危険度マップを見ていきますと、注意レベル、また最も濃い極めて危険レベルが並んでおります。奈良県土砂災害警戒情報が発表されております。この後も急な斜面や崖には絶対に近づかないでください。お天気の報告でも皆さんからいただいた雨の降り方について見ていきましょう。過去60分間にいただいた報告をまとめたものです。オレンジが晴れ、グレーが曇り、青が雨となっています。奈良県ではこのようにザーザーレベル、豪レベルと雨足が強くなっている報告が多くなっています。局地的に雨雲が湧いている状況でして、この後も強まる可能性があります。この後も最新の情報を確認し、安全な場所でお過ごしください。